僕の心を込めて光が導く方へ抱きしめながら想いを包んでいく。サイラジオ、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 サイラジオ。恥ずかしいけどパーソナリティ頑張ります。皆さんこんにちは。テレビアニメシャイシャイもみじ山てる役の下地しのです。皆さんこんにちは。小石川いこ役の遠山奈緒です。この番組はテレビアニメシャイ第2期の最新情報や魅力をお伝えしていく公式ラジオでございます。ほい、よろしくお願いします。昨日アニメの方は第20話が放送されました。すごい、20話って、うん、なんかすごいね。確かに改めて考えるともう20話なんですね。すごいね。そんな中こう A パートだけじゃなく B パートも結構スターダストさんの、はい、なんだろうか、こう姿が大きく、うんうん、お当番というかね、そうだ ね、 感じでしたね。クールなスターダストさんのこう心の本当の熱い部分がちょっと見えるようなお話で、うんうんうん、かつ桑原ちゃんもすごい活躍。なんだっけ、こわわせ、こわわせ、あ、し、怖いのと幸せね。あ、そうそうそう、そうです、そうです、そうです、こわわせ。なんかちょっと年代バレますけど、はい、キモかわいいみたいな、なんかこういろいろなんか造語がありますがはいはい、こわわせは一生使えなさそうで、うん、羨ましいな、行ってみたいなってちょっと思いました。なんか究極のド M みたいな確かにねえめちゃくちゃ可愛かったですね。あなたのこわわせ教えてくださいみたいなメール募集したらこなそう。確かにシャイでよかったねもしある方は普通おたに送ってきてください。ちょっと気になりますね、みんなのこわわせねえ、はい、でエンディングもスターダストさんでしたね。ロックな曲でかっこよかった、ね、なんか、うんうん、あの曲の構成がさ、なんかちょっと日本じゃなくって洋楽っぽい感じっていうか、うん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 、ね、なんか繰り返しが耳に残るようなね、作りなのかななんて思ったけど、なるほど、どうなんだろう。でもなんか結構意識してますよね、やっぱ各国のヒーローとしてやっぱ描いてるから、 そ、ね、その国の色を結構出してる感じですよね、はいはいはい、なるほどね、うんうんうん、じゃあそうかも、そうかもしれません。うん、じゃあシャイといえば、はいはい、刺されるシーンがあったんですけど、うつろさんに、あそこのシーンがこう個人的に、うん、なんて言うんだろうな、印象に残ってるというか、はいはいはい、最初テストの時に刺されてうーって言ってやったんですけど、その音響監督さんに後ろ向きに刺されないでって言われて、え、どういうこと、ま、普通に痛いってことばっか下集中してやってたんですけど、その刺されてもこうなんていう、倒れないようなこうやっぱ転身が解けてないから、うんうんうん、そういうこうそれでもこう心折れずに、なるほどね、痛がってほしいっていうディレクションがあって、あ、そりゃそうだと思って、確かになんて私は浅はかだったんだと思って、いや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 そりゃね、あんなシーンだったら痛いっていう風にね、いや怖すぎますよね。しかもうつろちゃん結構刺した後にグリグリしちゃうから、そう、いやいや、そうなんですよなかなかハードなシーンが続きますけれども、ね、心を燃やせっていうね、ことだね、はい、あ、いやでもすごい気になるところでさ、はい、終わってさ、愛ちゃんと舞ちゃんが合体、そう、あそこのシーンもかっこいいですよね。ねえ、声が重なって、そう、え、どうなっちゃうのみたいな、うん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 、次回本当にさらに見どころもね、はい、あると思いますので、うん、はい、お楽しみに。はい、それでは参りましょう。今週も最後までお付き合いよろしくお願いします。この番組はテレビアニメシャイ制作委員会の提供でお送りします。恥ずかしいけどパーソナリティ頑張ります。では本日のゲストをご紹介しましょう。トキ俊一さんです。はい、皆さんこんにちは。テレビアニメシャイドキ役のトキ俊一です。よろしくお願いします。
ます。ちょっと大きい声出すなら先に言っといてもらっていいですか。すいませんね、ちょっと離れたことでも察してくれるかなと思いながら。ちょっとみんなびっくりしちゃうから、はい、すいません、ありがとうございます。いえ、ようこそ来てくれてありがとうございます。はい、お邪魔いたします。よろしくお願いいたします。で、シャイ関連で、あれ、トキさんがこうやっておしゃべりしてくれるのって、何回目？いや、もう初めてです。初めてか。うん、SNS とかではよろしくお願いしますみたいなことは言わせていただいたことありましたけど、あんまり言う機会は本当なかったです。嬉しい、貴重な機会ですね。うん、そしたら、はい、奥さんも言いたいこときっといろいろあるだろうし、ね、皆さんも聞きたいこと多分いっぱいあると思う。ねえ、はい、ね、普通歌もいっぱい届いてるんですよ。ありがてえ、よかったです。うん、はい、どうする、どっちから行く、フリートークからする、普通歌から。でも普通歌のネタあれか、うちらが先話しちゃうかもしれないから読みながら行くか。行っちゃおう。うん、じゃあ行っちゃいますね。おす。はい、ペンネームまゆりんごさんからいただきました。はい、ありがとうございます。下地さん、富山さん、ゲストのときさん、こんにちは。こんにちは。私はアニメからシャイを知って見始めたのですが、ドキ君があまりにも可愛くて大好きになってしまいました。オラオラしている姿を見て厄介な敵だろうなと最初は思っていました。ですがいざ蓋を開けると素直で繊細な可愛いドラゴンさんでした。そのギャップがたまりません。ありがとうございます。そんなドキ君を演じたときさんに質問です。演じる上で意識されたことはありますか、教えていただけると幸いです、ということですが、どうですか。そうですね、あのドッキーくんは、あのまずそう、僕が最初に言っておきたいのは、はい、ちゃんと名前キャスじゃないよっていう。そうなんだ。ちょっとオーディションがありまして、うんうん、うん、でドッキーくんはそうやった覚えがあります。で、現場行って意識したというか最初に言っていただいたことで、あのバカですバカというか、だからやっぱ今までやってきたキャラではやっぱ少し考えるキャラクターというか資料深いところもやってきたこともあったので、だけど本当言葉通りこう何脳内と口がもう直結してるじゃないけど、感情が先にボーンって出てきちゃうみたいなキャラクターなので、よりなんかこう会話 しないで最初に、チューニングというかテストで、一人かなの時に抜きでやらせてもらったんですけど、その時にその、まあ、音響監督さん、ずっとこうなんだろう、本当に 1,2 年の頃からお世話になってる方だったので、あのその人からほら思い出して、まだ距離感とかつかめないバカだった頃の君よって言われて、そういうのをこう教えてもらいながら、素敵な関係。あ、でもなんかそれ私見た気がします。なんかそっか、抜きではなく一緒だったかもしれないですね。グループ分けでなんかやってはいたんですけど、超、うんうん、少人数の、うん、最初の頃はね結構分散収録だったもんね、うん、のもありましたよね、うん、初登場一期ですもんね。一期の最後の最後にやらせてもらいまして、うんうん、その時にそういうのを受けて、だからちょっと期間は次登場するまでは空いたんですけど、うんうん、その時までにもうちょっとこうそのドキ君ってキャラをこう深掘りできたらいいなって思いながら、うん、その期間いろいろ自分の中で引き出しというか、うん、ちょっとこう知識を蓄えつつ原作も読みつつしながら2期に挑ませていただいたみたいな感じですかね。はい、確かに。でもトキさんのこうなんかぶつけるようなこうセリフの投げ方みたいな、そういうお芝居ってあんまり聞いたことがなかったから、この優しいトキさんからなんかあの感じが出るっていうのがなんかそばで見ててもすごい新鮮な感じがした。よかったです。でも意外とこう脳内から直接口につなげるタイプの人間でもある時もあるというか、テンションのままになんかやる時もあるので、なんかやりづらいなっていう感覚はあんまなくて、あ、キャラと波長が合ってる、うん、合う時も結構あったりしたから、割とこう演じてて楽しいなと思わせてくれるキャラクターかなとは思います。でもね、そのガサツなというかさ、距離感のちょっとバグっちゃうところもあるようなドキ君だけど、だけど可愛いことへの追求というか、もうすごい熱がある子じゃない、あれはでもなんでしょうね、もうなんだろう、可愛いとか、そういうのも含めてなんですけど、らしくないとか、なんかこうこれ俺のキャラじゃないよなとか、なんかこう今普通に私生活で生きてきてこれやるのはなんかそれこそ男としてちょっと合わないよなとか、俺今までの俺のイメージとちょっと違うよなっていうのって結構一般の方たちって感じることも多いと思うんです。それのなんかこうドキ君は結構最たるものというか、そういうのは結構なんだろう、僕自身も今までそれこそ僕は結構今
あのカードゲームとか、うん、おもちゃが好きっていうところでいろんなこう人たちにも認知をされているんですけど、うんうん、そういうのもなんか、うん、好きなものを堂々と好きって言ってもいいよねっていう風になったきっかけがそこら辺だったんですよ。なんかほんと最初の頃ってオタクオタクしてることをあんまり出さない方がいいよねっていう、あのそれこそ事務所とかとの方針もあってあんまり言わないことも多かったんです、なんですけどどっかのタイミングでもそれはいっかってなって、そっから自分の好きなことを多く言うようになったっていうのはあったので、ドキ君のなんかそうコンプレックスみたいなものは結構わかるかなというか、シンパシーは感じてたところはあったかもしれないです。でも好きなものにまっすぐ、だから応援し演じてて応援したくもなるし、その君の苛立ちとかも結構か分かるよっていうところはあるかもなって思ってますね。なるほどね、はい、さらにお便りも届いております。はい、ペンネームポンジュさん、ありがとうございます。下地さん、富山さん、ゲストのトキさん、こんにちは。こんにちは。私はトキさんをきっかけにシャイを知ったのですが、今では毎週楽しませていただいています。特に17話でドキ君のギャップにやられ、敵だけど人間味があって憎めない彼が大好きになりました。レディーブラックとの可愛いトカゲちゃんのやり取りやミエロンとの男の戦いのシーンが特に好きなので、アフレコ時の裏話などがあればお聞きしたいです。これからの放送も楽しみにしていますとのことです。どうですか裏番。いやでもこの回は村瀬さんと一緒にも撮らせていただいてたので、めちゃめちゃなんか楽しかったですね。あのどっちもが別々の方向で結果的に男の戦いに帰結するっていう方が、そう全然アプローチは違うんだけど、なんだろう、全然違う芝居ではあるんだけど、二人で結構燃えながらお芝居はさせていただいてたなっていう感じがしますね。なんかそうですね、思った以上にそうあの音感さんチームから、もっと可愛くていいよとか、そういう演出も受けながらやりながら、でもなんだろう、恥ずかしさはなかったです。一緒に村瀬さんとやってても村瀬さんも、可愛いし、だけど、可愛いけどそれこそ何度も言うように男の戦いでもあったから、なんか少年漫画王道のバトルものとして自分たちは捉えていたところはあったと思うので、そんなに難なく何度も何度もやるっていうこともなく、できた気はしますね。ただからあのそのマイクからはかなり離れてしまうやってたところもあって、確かにやっぱりこう距離感が本当にバグってる。本当にバグってる。でも案外なんか放送で17話を見てみると、しっかりと会話ができているというか、なんか面白いなというか、お芝居の妙だなというか、演出の妙って言ったらいいんですかね。あれだけ距離感がうわーってなってても、結局はなんか波長がこううまくユニゾンして、バトルものとして成立してて、面白いと思いながら、相反しているようでやっぱりなんかこう背中合わせというかでいるような感じですもんね、あの二人って。なんかね、こうなりたい自分になるために、もう本当に一生懸命でまっすぐだし、だけど男の戦いなんだけど可愛いを目指しているのと、かっこいいを目指しているのの、まあ、バトルだったりとかもするから、なんかそこがなんか見ててあんまりこうないパターンというか、やっぱりこの二人ならではの戦いになってるから、見ててなんかすごい興味深いという意味で面白かった、お互いにちゃんと地雷を踏んでいくんですよ。違うって、う、ね、違う、お前ら話し合えってお前ら多分話し合ったら仲良くなれると思うぞっていう、そうめっちゃわかる、わかる。なんか真剣勝負なんだけど、めちゃくちゃなんだろう、多分本当になんだろう、出会い方が違ったら友達になれる二人だなって思ったから、なんか一番その可能性をさ、ドキがはらんでるなって、仲良くなれるっていう、結構なんかさ、この話数に至るまではコミカルだったじゃん、なんかさらってやるぜみたいな、言ってたけど、いや私たちそこに行きたいんですみたいなあ、じゃあいいのかみたいな、ね、表情がキロキロ変わっておもろいんですけど ね、いやでもね、今20話ですけど、ここからもっともっと激しい部分といろいろな部分がちょっとね、ドキ君というかアマラリル君にも出てくると思うので、ちょっとご期待いただければななんて思いますね。はい、あ、じゃあもう一つ行けますか、聞いちゃおう。ペンネームシャイスターブライトさんからいただきました、ありがとうございます。なおぼしのしとっきゅん
あ、特急、特急読みを知ってるんだ。あの特急、僕はですね、あのゆうすけさん、小林ゆうすけさんのあだ名で俺は特急と呼ばれてる、と時期がありまして、小林さんからだけ、小林さんとあと天宮さん、ソラちゃん、そうそう、から、あの番組の中であだ名つけようってなって、で、あのそのゆうすけさんは早々に俺のことを俊一と呼ぶようになったんですけど、ソラさんは俺のことまだ特急と呼ぶようになって、ちゃんと反応できます、大丈夫です、はい、特急、はい、なおぼ、はい、しのし、はい、とっきゅん、はいよ、こんばんは、こんばんは。ドキは怒りで眠気にも対抗できるというキャラなので、うん、とっきゅんにしては珍しく声を張ることが多いように感じます、うんうん、演じる時の怒りの原動力は何でしょうかといただきました。おー、でも確かに思った、そのさ、うんうん、あの必ずしも怒んなくてもいいようなセリフも結構怒りながら言うじゃない、だからあの自分の中でさ結構あのギア上げてお芝居しないとこのドキのテンションにならないんじゃないかななんて思って見てたんですけど、そっか、どうですか、あのどっちなんだ、なんかパターンなんですけど、うん、何かを演じるときに結構なんだろう、俯瞰してちょっと見るタイプと自分がグーって寄ってってある種になりきっちゃうパターンと僕どっちもあって、うんうんうん、ドキ君はもうなんかもうなんだろう、この世全てが敵と思ってるじゃないですか、結構なんだろう、ツン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 、もう自分あのシャットアウトするパターンと、何か言われた時にすぐワーってなるパターンと、いろんな人のこうシャットアウトの仕方あると思うんですけど、ドキ君はもう言われてることが全部自分に喧嘩売られてると思ってるタイプだと思うので、もう全てに対してワーって返しちゃうんだろうなみたいな、あのなんだろう、自分の中のドキ君のなり方というかにこうなってると、自然と何か言われても全部ワーって返せるようになるんですよね。確かにアマラリルクの中でも結構クフフさんとかにも何か言われてもあって言ってます、もう何かにつけて自分に対して何か言ってきてる、うぜえなっていうものだから、常になんかこう逆の意味で喧嘩、あのアンテナ張ってるというか、に対してももう言ってきたらあって返すマインドに多分なってるから、なんか自分の中でこう苛立ちの気持ちをどこかにいるとかいう感じではないというか、そうなんだ、うん、じゃあこう原動力って考えてるわけじゃない、ないかもしれないですね、苛立つことは何でしょう、あんまないかも、本当、なんかまあうん、そうですね、日常生きててそんなにはって思うことはそこまでないかもしれない、大人や分かんないですけど、あの電車の中でこう、ね、横入りしてくる方たちにはなんか愚かだなと思った、愚かだな、そっちの角度もいらだつというか愚かだな、斬新お二人はしますけど、別になんか別段波風は立つタイプではないかも、キーってなることはあんまない、え、でもお二方もそんななんかイラってするタイプではなさそう、どうですか、もやってはしたとしてもはっていうタイプではない気はし、どうですか、私なんかテレビで見たんだったかな、だったのが見て思ったのが、私も人生1回目だけど横入りとかしてくる人も人生1回目なんだって思うようにしてるみたいな人がいてあ、でもじゃあ人生1回目同士だもんねみたいな、こういうこともあるよねっては思って、人生何回目ってこともありますよね、確かにね、遠山さんは人生 3,4 回繰り返してそう、そんなことないよ、全然バリバリ1回目だけど、でもなんかその許し方面白い、ね、本当ですか、なんかあったら、お互い1年生やもんな、そうそうそうですそうですそうです、まだちょっと世界の断り分かんないよねみたいな分かってたらそうですね、そうはしなさそうですね、そうそうそう、確かにね、なんかでも何でも許せそう、それ、うん、素敵だね、なんかまあ心にめちゃくちゃ余裕がなくなると、うん、なんかどうしてうーんってなったりする時もありますけど、うんうんうん、まあ、基本的には、まあ、みんなで肩組んで人生一回目として頑張ろうなみたいな、いやすごい人類みんな兄弟のタイプそんな感じかもしれない、素晴らしい、私は逆に、うん、あの最近ちょっとあの怒りの感情を思い出してきて、ほう、なんかね、私あの大人になるにつれ、まあ、みんなそうか、なんかだんだん丸くなっていくような傾向にあると思うんですけど、うんうん、なんかふとした瞬間に、あれ私これ怒んなくっていいのかなみたいな場面に出くわしたことがあって、うん、これってなんかいや怒るべきだなみたいな、うんうん、ね、でなんかその時にふって養成所の時の先生の言葉をね思い出したの、うん、なんか怒れる感情を持てるのは若いうち
だからみたいな、なんか行かれなくなったらなんか心がなんかこうなんだろうな、老いてきたっていうのはまた違うかもだけど、なんかその許せる心の余裕と、あとやっぱ怒るのにもあそうパワーがいるから、確かに、そうだからそれがあの心の体力がなくなってきたかどっちか分かんないけどみたいな、そう怒りのパワーって若い時の方が持ちやすいからみたいなことをなんか言われていたのを思い出して、ちょっとなんかこう怒れる心の体力みたいなものを見つめ直そうみたいに思ったら、なんかこう怒れるように怒りスポットを見つけられるようになったっていうかなったっていうか、なんかあなんか何でもかんでも許さなくてもいいんだなみたいな、なんかなんかこう心のなんかこうし、なんだろう、うん、怒るというよりもここは違うんじゃないかって言ってちゃんと前に出れる力というか、そうそう、はにゃーほわーってしてたのがこうちょっと地に足ついてきたというか、そうそう最近そのターンに入ってきてて、逆にだからその例えばそういう仕事現場だったりとか、そういう時にそのなんだろう、遠山さんが言わなければ誰も言えないよなって時あるじゃないですか。そう自分のポジションがどこにいるか、新人の時は例えばこれは大丈夫なのかなと思ってる時に先輩がここってこうじゃないって言ってくれる時はあったけど、今その立場にじゃあ自分がなった時にそこを自分が言わないとどうしようもないみたいな時は、怒るではなくて多分ここってこうじゃないですかみたいなことは言う必要性って絶対出てくると思いますし ね、多分遠山さんは多分その、 ちょっと上のポジションに確かになってらっしゃってきてると思うから、いえ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 、それこそ今の話聞いてると闇雲に怒りの感情を生み出してるわけじゃなくて、やっぱその人のために怒るとかそういう方向性な感じですよ ね、 多分ね、もう時聞いてるか自分のためだけに怒るなよでもそれに対してもうるせえって言ってそうです、ね、言ってそうはーって言ってそう聞こえてくるかわいい結果ね、でもそれでもなんか、かわいいなって思っちゃいますね、うんね、本当はね、愛しいです。はい、という感じで、あー時間になってしまいました、皆さんたくさんのメールありがとうございました。シャイラジオ、恥ずかしいけどパーソナリティ頑張ります。みんなのシャイ、かわいい、ありがとうございます可愛い嬉しい、リスナーの皆さんが恥ずかしいと思うことを共有するコーナーです。はい、さあということでね、これ人気コーナーなんですけども、はい、これ結構しのちゃんは恥ずかしがり屋さんで、私は恥を捨ててしまった人生怒りの前にじゃ恥を取り戻してくださいよ本当にそれだ、呼び覚ませ私の恥ってどこ行っちゃったのみたいな感じなんだけど、トキさんは恥ずかしいって思うことありますか？小刻みにめっちゃ恥ずかしいタイプ、もうなんか現場で失敗しても恥ずかしいし、もうなんかこう大恥ずかしい、中恥ずかしい、小恥ずかしいみたいなのが超ずっとあって、大恥ずかしいは覚えてるけど小中恥ずかしいはよく忘れちゃうじゃないですか、そうなんて、ありがちよね、けどなんか一応小刻みにずっと恥ずかしがってるタイプね。それ言える範囲の大恥ずかしはあるんですか？皆さんにも聞きたいんですけど、僕が恥ずかしく苦手だけど嫌いじゃないことが一個あって、何、日常生活で、トキさんですかって声をかけられること。嬉しいね、嬉しいんです、嬉しいんですけど、僕そこでかっこよく振る舞えないというか何かしら絶対そう言って言われてありがとうの後失敗するんです。それ例えば、以前、喫茶店でお茶をしてました、でこう台本チェックはまあバレないようにしてたんですけど、そしたら出ていく時に「トキさんですか？」って言われて「あそうです」って言って、今度とあるでっかいコンテンツのライブに参加するんですけど、行きますって言われて「ありがとう」って言いながら去り際に「頑張るね」って言って振り返った瞬間つまずいて転ぶって。その池袋で仕事だった時に、自分のキャラのなんかポップアップがこうでっかく貼られてて、あ僕のキャラだと思って自撮りしてたら、ファーって来て「あのトキさんですよね」っつって「この間イベント行きましたありがとうございました、あそうなんだありがとうまた来てね」って言って帰ろうとしたらスマホを落とすってなんか決まんないんですよ俺。どうですか、声かけられることって
あの、うん、私めったにないですけど、ごめんなさい、ちょっと私ごめんなさい、あのトキさんに対してちょっと いいですか。どうぞどうぞ。いや今の話聞いてよりファンになると思うんですけど。いや本当ダサいんですよ。いや絶対嬉しいよね、うん、いや素敵 なんか瞬間見られたなって、うん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 、昔苦手なだけだったんですけど、うん、なんか ありがとうって言って声かけてくれることは嬉しいんですけど、うんうん、でも結構緊張しいというか、うんうんうん、あのそういう時にもともとコミュニケーションが得意でもなかったので、うんうんうん、なんかこうゾワゾワして失敗しちゃうんですよね。ちょっとこの話はちょっと力強く言いたい。うん言って言って。いやもう絶対そのなんかこうトキさんは恥ずかしいかもしれないけど、絶対にこう推しのなかなか見れない転ぶシーンとか落とし物をするシーンとかが見れるのは、しかも生でそうよ見れるのは結構こう美味しいって思えることなんじゃないかと思うんですよ、うん、私は忘れられない瞬間になると思うし、うんうんうん、私あの今勝手に話を聞いていて、うん、であのトキさんがすごい臨場感たっぷりに話してくれるから、うん、もう情景がすごい見えてきて私もファンの人の気持ちで聞いてたんだけどなんかちょっとなんか涙出てきたもん尊すぎてやめてくれそのシーン俺の失敗談で盛り上がらないでくれいやいやこれは、うん、いやトキさんが失敗と捉えてるかもしれないですけど、いやもうなん大成功いやね違うんです。いや俺はスマートに帰りたいんですよ。あとプレミアムスタって言われたいんですけど、ね、いやかっこいいだけじゃないトキさんを見たい。じゃ頑張ります。なんかもう人間味がいいよね、うん、刺さるよね。そうグッとくる。いやいや本当にあのちょっとでもあの昔は本当にちょっと苦手だったんですけど、うんうんうん、今は本当でも全然あのもしまあそう、うん、あれだったら声かけていただいても全然まあ大丈夫にはなってきたので、でも失敗しても許してねっていう話。いや許すどころじゃない、もうどうしようもうより好きになっちゃったって言って帰りますよもう、ねごめんなさい本当ごめんなさい。そんな恥ずかしい話です。はい、いやすごい恥ずかしそうにして本当、はい、恥ずかしいです、はい、全然さっきまで目見て話してくれてたのに、今ずっと天井とても恥ずかしいです、ごめんなさい。はい、そういうのがないんですよね。富山さんすごいなって思う、声かけられたらありがとうって言って。私ねでも あんまり声かけられることなくて。あそうなんですか、うん、そうだからあのすごいぼーっとこう生きているので、そうでも声かけられたら全然嬉しいなって思う。でもなんかさ声かけられるとその瞬発力がないから、うん、あのあわわわってなったりは、あ、なっちゃうんです。そう私もなる、うんうん、そうそうでも嬉しい、ちょっと意外とそうです。そういうのが得意じゃない役者さん多いので皆さん、うん、あの頑張ってくださいそれが苦手で声かけないでって人もいますからね。それはちょっとねあるある気をつけていただいて。はい、さあということでなんかすごいほっこりする話が聞けたところでですね、うん、みんなのシャイの方もご紹介していきましょう。なんだろうな、なんだろうな、ムーリン様からいただきました。ありがとうございま す。私は昔から写真に写るのが恥ずかしいです、うんうん、学生時代は遠足などでも撮影を察知して逃げ回っており、うんうん、いかに張り出される写真に自分が写らないかを考えて行動していました、うんうん、先日友人たちと旅行に行った時も写真に写らないようにしていたのですが、捕まって結構写ってしまい恥ずかしかったです。あら、うん、かわいい。そういう方いらっしゃいますよね。いますね、はい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 、いやでもまあ苦手はしょうがないはしょうがないですよね。ねまあ、どうですか写真とかは。私はやっぱこうお仕事として撮られるのはちょっと恥ずかしいんですけど、うんうん、あのなんだろうなこうなんかこうポーズとかポーズとか、なんか決めるのがちょっと恥ずかしいってなったりするんですけど、うん、こういうなんだろうなこう遠足とかの写真とかはなんかこう思い出だし、まあ、ちょっとなんか変な顔になっちゃってたらちょっと恥ずかしいけど、うん、なんかこうみんなでイエーイとかって撮られるのは結構好きだったかなって思います。うん、なんか逆にこうやってあの、うん、別に本当にあのムーリンさんは悪くないんですけど、うん、こうやってずっと逃げちゃってると逆にあいつ写そうぜっていう流れにもなるのも良くない。あやつらが愚かなんですけどね。そういうやつらの方が愚かなんですけどそうってなった時のやっぱ対処法は必要ですよね。そこそこまあまあなんかこうこういう風にだ土の子みたいな感じになっちゃうとどうにかしてそいつを写そうみたいなのになっちゃうから、適度にこうなんかぶっちょずらすようなうーみたいな感じで撮ってたりすると、あの大事なのはその溶け込むことというか、なので、そういうなんか
何回かに1回だけしょうがないなっつって撮ってるとそういうのにもならないから、確かに一つなんか自分の中で映るときはまあこの顔と決めておこうっていうのを風呂場とかで練習しておくといいかもしれないですね。決め顔ではない、なんかまあまあしょうがないか、まあ映ってやるよっていう顔の練習確かになんかこう目立たないようにした結果目立ってしまうこともあっちゃうからあるから、うん、そうですけど究極の目立たないを目指すみたいなですよね、溶け込む力を養うっていうのは逆にすごい参考になるあるかなっていうのは、いや富山さん全然イエーイって映ってくれるじゃないですか。私は映りたがりなので、うん、かわいい、わー入れて入れてみたいな、うん、でも私写真撮ろうよは自分から言えないタイプで、あそうなんですね、ちょっと言われ待ちなところがあるので、それこそ我々はあのとあるでっかいコンテンツにシリーズ違いで出てはいるじゃないですか、うん、はい、ああいう時にこうね、あの混ざるのか撮りに行くのかみたいなのの塩梅ってめちゃめちゃむずいですよ ね、 ね、 ね、なんか例えば今回この曲を歌ったメンバーで撮っているのかなって横から見てるみたいな、そう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 、分かる、私もってこのメンバーで撮ろうとしているのか私が入っていいのかどっちなんだろうって思いながら遠くから見て、うん、まあでもみんな可愛いなとか思いながらユニットというものもあったりもしますから、もうそういう、いや空気を、いや大変ですね本当に、写真を撮るってみんなも頑張ってください、本当だ、はい、でも思い出だからなんか遠足とかは ね、 ねぜひぜひ、そうですね、せっかくですから写ってあげて、うん、無理せずぜひ参加してみてください。ということでここまでです。引き続き皆さんが恥ずかしいと思うことを共有してくださいね。以上みんなのシャイでした。恥ずかしいけどパーソナリティ頑張ります。せーの、シャイインフォメーション。今シェーノって言いました？言ってないよシェーノって言った、シェーノって聞こえたんですけど、たまに言ってます、嘘気づいたけど言ってないパターン、リスナーさんわかんないのに、うん、可愛いなと思って聞いてました、うん、今日多分そこから採用されてる、多分スタッフさんうなずいてるもんねはい、ということでここではシャイの最新情報をお伝えします、はい、まずは放送情報です。テレビアニメシャイ第2期東京奪還編は毎週月曜24時からテレビ東京系6局ネット他にて放送中、また毎週火曜正午から各配信サイトでも順次配信中です。続いて楽曲情報です。昨日放送の第20話エンディングテーマワンデイヤボーイが本日8月27日より各種配信サイトにて配信されております。 YouTube ではノンクレジット映像も公開しておりますのでぜひご覧ください。続いて商品情報です。テレビアニメシャイのアパレル商品の発売が決定いたしました。 T シャツやバケットハット、うんうん、キャンバストートバッグなど普段使いからイベントまで幅広く使えるアイテムが揃っております。発売は2024年10月予定、現在絶賛予約受付中ですのでぜひチェックしてください。それからラジオやイベント特番などでもたびたび紹介してまいりましたプロプリカ天心林ですが、うん、今週末、うん、8月31日、うん、ついに、うん、発売となります。変身シーンを再現できるギミックやシャイ、スピリッツのセリフ、主題歌のシャイニーガールを収録しております。ご予約されている方は到着を楽しみにお待ちください。各商品の詳細は公式ホームページをご確認ください。以上シャイインフォメーションでした。パーソナリティ頑張ります。お送りしてきましたシャイラジ、あっという間にエンディングです。番組では皆さんからのメールをお待ちしております。アドレスはシャイ -anime@onsen.ag、 シャイのスペルは SHY です。また番組の配信ページにある投稿フォームから送ることもできますのでよろしくお願いします。
はい、ということで第21回の配信は時俊一さんをお迎えしてお届けしてきましたが、いかがでしたか？あの、なんだろう、あのこの本編に載っていないウォーミングアップだったりとかあのよもやま話が花に花を咲いて本当にね楽しい。でも収録というか、うん、結構終盤はみんなで撮れていた時もこのなんだろう、あったかい空気があって、うん、ラジオ参加させてもらうって決まった時もきっと多分、はい、うん、あっちゅう間に時間が過ぎるんだろうなというのは感じていたので、うん、はい、楽しかったです。楽しかった、良かったです。多分よもやま話でもう一本ぐらいラジオ作れるぐらい喋りたい全然コンテンツ関係なくなっちゃいますけど、うん、違うコンテンツの話とかもしてガンガンしてたから、その話を聞いて、いやそれ実はさみたいな感じでみんなでどんどん話し始めちゃって、うん、ね、スタッフさんすいません、だいぶ長々話しちゃいましたけど超楽しかった。はい、はい、ということでこの辺でお別れなのですが、うん、次週第22回の配信にはクフフ役の日高里奈ちゃんが遊びに来てくれます。わー、ゲストさんラッシュだ、わいわい、楽しみに。はい、そして温泉プレミアムサポーター特典のおまけもありますのでぜひ聞いてください。ここまでのお相手はシャイもみじ山てる役の下地篠と、小石川一子役の遠山直人、時役の時俊一でした。またね。この番組はテレビアニメ「シャイ」制作委員会の提供でお送りしました。